特にあのキャンプとかの時は。ということでですね、今日は実は、この今私たちが喋ってるこれには大した内容はないんですね。そうです。メインとなるのは今から、お届けします、会社紹介の動画なんですね。はい。はい。事の発端は私の誕生日を祝っていただいた動画の時に。1ヶ月半前。はい、1ヶ月半ぐらいですかね。はい。松尾の方が一緒にこう頑張ろうという。仲間を探そうということをですね、はい、言い始めたところから、やっぱり私たちの会社の特色であるこの動画を使って、はい、私たちのまずは会社を知っていただこうというところから、はい、まあ、先日ちょっと撮影してますよみたいなのもちょっと上げさせてもらいましたが、いよいよ完成しました。どうでしたか。ございました。昨日一応あの、はい、社員でちょっと一緒にですね、はい、みんな見たんですけど、はい、特に喋ってもらった斉藤さん、どうだったですか。そうですね、私が喋った内容は本当にこう一部分だけだったんですけど、まあ、会社の雰囲気とどういう特色があってどういう人が働いててっていうのをこと細やかに DJ が吉田さん、いや DJ 吉田がやってくれましたので、はい、すごい編集をですね、はい、編集をやってくれたのでくださったので、すごくこう見ていただく方がまあ、その求人動向という話ではなくて、こういった会社なんだ、はい、SWG の裏側っていうのを見ていただけるんじゃないかなと。裏側というか、まあ、表側ですね。表ですけど、はい、裏側っていう、もうこれが裏側なので。そうですね、はい、あの表側ですね、はい、あの見ていただいて、パキッとしたパキッとところパリッとパキッとパリッと、はい、シャキッとした感じでやっておりますので伝わるんじゃないかなと。普段はこんな感じでですね、まあ、松尾あるいは、ウェブ事業部村上含め、はい、こうふんわりとした動画をお届けしてるんですが、はい、ここから先はですね、もう笑いのない、はい、カチッとした動画になりますので、一企業、はい、会社としての、そうですね、はい、本当一会社としての紹介動画ですから、はい、まあ、面白いかどうかと言われるとちょっとあれなんですけれども、はい、ただ当社のですね、どういう、まあ、仕事してるのかとか、どういう社員が働いてるのかとか、そういう部分で、見ていただきたいなと思いますので、はい、まだちょっと本編というか、あの正確にどういう形で今後その動画を使っていくかっていうのはまだ定かではないところもあるんですが、まあ、やはり当社のこの公式の YouTube をですね、そうですね、まあ、ちょっと先行発信ということで、はい、今日は取り急ぎこのオープニング動画と、はい、いつものエンディングをつけて、はい、お届けしたいと思いますので、はい、ぜひ最後まで約6分ぐらいの動画になってますので、はい、最後までご覧くださいということで、どうぞ！当社は福岡県久留米市荒木町にあり、地域のお客様に愛されるお店であるよう日々業務に励んでいます。スズキディーラーとして新車販売はもちろんのこと、中古車販売、車検や点検をはじめとする一般整備、板金塗装修理を行っています。またスイフトやアルトなどスズキを代表するスポーツタイプの車両に対してオリジナルパーツの開発や取り付け、新車コンプリートカーの作成販売も行っております。社員の半数以上が20代の若いスタッフで、職種は様々ですが、車が好きということは皆同じで、お客様と車の話題を共感しながら仕事をしています。もともと両親の車の購入などもあり、幼い頃からつながりの深い会社でした。いつも出されるおいしいお飲み物がとても楽しみで、点検のたび両親と足を運んでいました。高校3年の夏、就職を考える際に偶然学校に求人票が来ており、私の中でとてもスタッフの方の印象が良く、特に男性の働くイメージの強い自動車業界で女性スタッフの方が目配り気配りを欠かさず働いていらっしゃったので、きっと女性も活躍できる職場だろうと思い、入社試験を受けることを決意しました。私は大分出身で地元の企業に勤めておりました。幼い頃から車が好きで、
さまざまな車を乗り継いでいくうちにスイフトと出会い、こちらの店を知りました。何度か足を運ぶうちに店内とスタッフの雰囲気がよく入社したいと思いました。大分から久留米へ転職することに不安を感じておりましたが、会社からのサポートもあり、仕事にしっかりと取り組むことができております。また整備士の資格を持っていませんでしたが、実務経験を積み資格取得を目指せる環境を整えていただき、働きながら整備士を目指すことができております。主な業務内容は、お客様のニーズに合ったお車のご案内であったり、ご契約から納車までの打ち合わせです。100万200万の大きなお買い物の裏側には、お客様お一人お一人の生活があり、その生活がより豊かになるようにお車選びのお手伝いをさせていただいております。そして特に弊社のお客様は、お車にこだわりを持って大切に乗っていただく方が多いので、そういったお客様の理想に添えるよう綿密な打ち合わせのもと納車を行っています。主な業務は12ヶ月点検や車検などの点検、販売した車の納車整備などです。車の整備は人の命につながる部分もあるので、ミスのないよう緊張感を持って仕事をしております。またカスタマイズパーツの販売、取り付けやコンプリートカーの作成なども行っております。やはり一番のやりがいは、納車の日のお客様の反応を見る瞬間です。ありがとうとお声掛けいただく方、目に焼き付けるように隅々までお車をご覧になる方、お客様のご家族にもたくさん喜んでいただけたり、反応はそれぞれですが、とても貴重な時間だなと感じています。またお客様と築いた関係の中で、応援していただいたり頼りにしていただいたり、とても温かいお客様に支えられ、毎日業務に励むことができています。今では点検のたびにお客様とちょっとした会話をする時間も楽しく、とてもやりがいを感じています。不具合で車が故障し修理をさせていただくことがありますが、納車の際にお客様にありがとうと言われるとやりがいを感じます。また当社ではカスタマイズの作業として LSD の組み込みなどいろいろな作業があるのですが、自分自身のスキルとして身につけることができた際にもやりがいを感じます。当社の特色といたしまして、アルトやスイフトをはじめとするチューニング作業がございます。ライドチューニングだけでなく、ファイナルギア、LSD など駆動系のカスタマイズや、カムシャフト、ピストンを交換し、ハイカムハイコンプ仕様のチューニングエンジンの製作なども行います。一般的なディーラーではミッション本体を車両から外し分解整備する機会は少ないと思いますが、当社では日常茶飯事の作業です。チューニング目線だけでなく、走行距離が増えてきた車両においてマニュアルトランスミッションのシンクロ交換や調整作業など、技術が問われる仕事も多く入ってきます。現在働いているメカニックは全員新型スイフトスポーツに乗っており、自分なりに自分の車に愛着を持ったチューニングを施しておりますので、お客様と会話の中でリンクする部分も多いのではないかと思います。車が好きなスタッフだからこそ、お客様の車一台一台に愛着を持って仕事をすることができています。共に会社を盛り上げてくれる仲間をお待ちしてます。